水晶球買いました。突然ですね、水晶球を買って、まあ一体ね、どうしたのと思われるかもしれませんが、まあ別にですね、占い師になるわけでもなく、またこれを使ってですね、あのアコギな商売をする気もありません。撮影するときにですね、まあ、あのちょっと使おうかなと思っていまして、まあ、僕はですね、基本的に成形写真を撮るときに、まあ、あのどちらかというとストレートに撮ることが多いんですけど、ちょっと今回はですね、この水晶球を使ってアクセントをつけてみたいと思います。で、今日はですね、もう月が21時ぐらいには上がってきますから、1時間ぐらいしかですね、撮影できないんですけど、まあ、これを使ってね、成形写真を撮る。そしてあとはですね、いくつかテストしたい機材もありますので、まあ、そこら辺のテストもやっていきたいと思います。まあ、とにかくね、今日は時間は短いですけれども、まあ、ちょっと変わったことをやったり、まあ、試してみたい機材を、試してみたり、そんな形でやっていきたいと思います。それじゃあ今からですね、撮影のためちょっとね、車で移動したいと思います。街中抜けました。家を出たのがね、4時半ぐらいだったんですけど、もうあれだね、帰宅ラッシュがね始まってて、いやーだいぶね市街地は混んでいましたよ。今日はね、海岸線の方へ行きたいと思います。さっきのね、水晶球をね、使って成形写真でね遊んでみたいと思ってます。今ね、ちょっと道の駅に立ち寄って、一休みねしました。まあ、トイレ休憩っていうね、感じなんですけど、うわ、しかしね、進行方向が、西側へ変わったせいでめちゃめちゃ眩しい。超眩しいですね、これ全然前が見えねえ。ひえー、眩しい。ちょうど日没直前ぐらいですね。しまったな、もうちょっと早く来て準備した方が良かったかもしれない。日没は日没でね。よし、到着や、到着。あー、今見るとこっからでも日の入り良かったな。しまった、これは失敗したな。まあ、またね、撮りに来ようかなと思います。それじゃあですね、もうちょっとこのね、あの空が暗くまで1時間ぐらいあると思うんですけど、まあ、その間ですね、あの空の色の変化とかをね、記録しながらやっていこうかなと思います。よし、それじゃあちょっと待ちましょうね。出会った野良猫です。やたらと人に対して警戒心がないというか、むしろ自分から寄ってくるんですけど、慣れてるね、相当人に慣れてるね。撫でろみたいなこと言ってんのかな、これ。あ、逃げていった。見てくださいよ、この綺麗な空。まあ、ちょっと雲はね、出てきていますけれども、瀬戸内のこの穏やかなね、海とこの空、最高ですね。今からね、刻一刻とこの色が変わってきて、夜がね、来るわけですよ。しかし困ったことになりました。水晶球をですね、ギリギリにね、こういう感じで設置してしまうと、カメラのね、一番
低い位置に設置できるポジションがここなんですけど、まあ、三脚の関係でね、これ以上下げられないんですけど、これじゃあねちょっとダメだよね、距離がありすぎるから。どうしようかな、これもっといい三脚とかだとローポジションとかもね、できるようなんですけど、あいにく僕が持ってるやつはね、全部それができません。参ったな。いやさすがにね、この砂浜に直にカメラを置くわけにはいかないからね。いや潮気を含んでるのにさ、それを直接カメラにかけるわけにはいかないから、これは参りましたね。いいものを見つけましたよ。それがですね、こちらです。これがこの前買ったですね、マンフロットの三脚なんですけど、ちょうどこのくぼみの部分ですね、ここに水晶球が置けるはず。この手があった、よかった。よいしょ、どうかな、ちゃんと置けるかな。よいしょ、あ、いい感じいい感じ。でこういう風にですね、まあ見えるわけなんですけど、これ三脚見せない方がいいよね。三脚見せちゃうとちょっとあれかな。なんかね、これはこれでいい感じだから、一枚ちょっと撮っておきましょうか。よいしょ。ちなみにフィルムシミュレーションはですね、ベルビアを使ってます。かなりビビッドにね仕上がるやつですね。あ、これすごくいい感じ。もう星の写真じゃなくてこれでもねいいぐらいだなって思うぐらい。お、綺麗だね。この水晶球使った撮影ってね、なかなか面白いかもしれません。すでに GoPro の方にはですね、ほとんど何も映らなくなりましたけど、星がね、出てきたんで、ちょっとテストショットをねやっていきたいと思います。しかしこの LX7 のピント調整ね、すごい難しいね。こうレバーで調整しないといけないんですけど、すぐ行き過ぎたりね、あるいは戻り過ぎたりっていう感じなんで、いやこれ結構扱いはねあんまり良くないですね。まあ古いから仕方ないんだけどさ。実はね、とあるレンズのテストも兼ねて今日来ているんですけど、これすごいね。ちょっとまだね詳細は言わないでおこうと思うんですけど、まあ、若干ねパープルフリンジとかがねここら辺には発生してるんですけど、開放のね端まで行ってもですね、ほぼ天蔵っていうねレンズを手に入れました。まあ、これね今ちょっと借りてるもんなんですけど、いやすごいね。また詳細はね、いずれ話したいと思います。で D810A に取り付けてちょっとね成形写真の撮影をねしてみました。これはねぜひ聖夜写真でね、使いたいと思ってます。それで肝心の水晶球を使ったね撮影なんですけど、いや思った以上にこれ難しいね。一つの反省点としては、これもうちょっとね水晶球でかい方が良かった。このサイズだとねちょっと足らないですね。あとできればですね、マクロレンズの方がいいかもしれません。できるだけこの水晶球によってでピント合わせないといけないんで、いっぱいいっぱいまで近寄るとね、ピント出ないんですよ。いやこれがね精一杯のサイズなんで、いやちょっとね、難しいですね。あとそうそう忘れちゃいけないのが三脚ね。ローポジション撮影できる三脚じゃないとなかなかね、難しい感じがします。いや実際ねこういうお遊びでも撮ってみるとね、ちょっといろいろと勉強になることがありますね。ちなみに時刻はただいま7時53分ということで、まあ、もう少ししたらね、帰ることになると思います。はい、今回は成形写真に変化をつけようということで、まあ、こちらのですね水晶球を使って、まあ、ちょっとね、アクセントに入れてみたんですけど、なかなかどうして、まあ、自分としてはですねお遊びのつもりでやったんですけど、まあ、実際やろうと思うと、
考えなくてはならないこととか、あるいは用意しなくてはならないもの、まあ、そういったことがね、出てきました。いやお遊びでもですね、本気でやろうと思うとなかなかね、難しいものですね。あとはですね、今回カメラとしては XT30 使ったんですけど、まあ、今回使ったカメラの中で、24mm 以上の、広角となったら、一番ですね、高感度に強いということで、T30 使ったんですけど、レンズの関係でですね、こちらの方が良かったかもしれませんね。まあ、なんといっても 1cm マクロがありますから、ちょっとね、さすがに今回テスト撮影した結果、まあ、ノイズはですね、センサーサイズが小さいこともあって多いなとは思ったんですけど、1cm マクロがあるんでね、こうグッと、水晶球に寄れるじゃないですか。だから、まあ、こちらを使うという手もあったかもしれないなと。他にはですね、地面において撮影すると、まあ、そういった方法を取るなら GoPro を使うという手もあったかもしれません。こちらでもですね、天の川が映るということは、昨年確認済みなので、まあ、ナイトモードでですね、地面すれすれ、まあ、これを砂浜に直接置いて、撮るという方法もあったなと。まあ、防塵防滴ですからね。まあ、本当はそうやっていろんなカメラで撮るべきだったかもしれないですけど、まあ、いかんせんね、今回ちょっと時間が短くて、いろんな機材テストしなくちゃいけないということもあって、まあ、そこまでね、手が回らなかったです。あとね、その借りてきたレンズなんですけど、まあ、そろそろですね、その正体をはっきりさせろと、まあ、言われそうなので、というか多分ね、言われると思いますので、まあ、次回のその撮影機では、明かしたいと思います。いよいよね、その静野写真で使って、まあ、それで、こんな感じでしたよというお話をしたいと。だからね、次回の撮影機の主人公になると思います。まあ、でもね、多分大体お分かりだと思いますよ。もう冊子はついてると思うんですけれども、まあ、そのレンズでですね、次はぜひとも静野写真を撮っていきたいと思ってます。それではですね、今回はこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。